タイレリアは、アピコンプレックスモンに所属し、マダニ類によって媒介され、哺乳動物の血球に寄生する、原生生物である。特に熱帯において家畜に対する、自識的な病原体として警戒されているが、日本の放牧牛の間で蔓延している小型、ピロプラズマ症の病原体も含まれている。名は、南アフリカの獣医学者、アーノルド・タイラーへの懸命である。 マダニを収縮種、哺乳類を中間宿種とする。中間宿種に感染後、まず白血球などの有核細胞中で急激な増殖を行ってから赤血球での増殖サイクルを行うことがタイレリアの生活感の特徴である。マダニが宿種から吸血する際に唾液中のスポロゾイトが中間宿種の血流中に放出されて感染が成立する。タイレリアのスポロゾイトは 運動能がなく、偶然接触した探求やリンパ球に侵入する。寄生包膜は消失して、細胞室内に直接寄生し、そこで多角のゾンとへと発達し、シゾゴニーによって、多数のメロゾイトを生じる。メロゾイトは、次に赤血球へと侵入して二分裂により増殖し、生じたメロゾイトが赤血球を破壊して、次の赤血球へと感染を繰り返す。これによって、 中間宿主は症状を呈することになるが、マラリア原虫とは違ってメロンゴニーは同調していない。赤血球中で増殖をしない、生殖母体への分化が起こり優生世代が始まる。ダニが感染宿主から吸血すると、メロゾイとは消化されてしまうが、生殖母体は子ゆの生殖体へと分化する。タイレリアの生殖体は子ゆ異形で、 有性生殖体が微小管束を含む長い突起を伸ばした得意な形態をしているのに対し、姿勢生殖体にはこうした突起がない。接合子には運動能があり、過去一触膜から脱出し、消化管上皮細胞に侵入してから、減数分裂を行って、キネートへと分化する。キネートは、血リンパへ脱出して、唾液腺に到達する。では、 多角で不定形のスポロンとスポロブラストへと分化して、ダニの脱皮を待つ。脱皮したダニが、宿主から吸血すると、スポロゾイトが生じて、再び中間宿主へと移行する。アピコンプレックスモンブこの井戸綱、ピロプラズマ木体レイリア化にところを属させる。ただしピロプラズマ木内部の分類体系は、系統関係を反映していないことが知られており、形態や、 生活感から定義されるタイレリア族は多系統的であることが明らかになっている。タイレリア族の西ティアヌラタとティーパルバは牛の寄生虫として重要である。ティアヌラタは熱帯タイレリア症を引き起こし、ティーパルバは東沿岸熱を引き起こす。ティーアヌラタとティーパルバのゲノムは配列が決定され公開されている。 ジャラベカエトール、ザ・コンプレキシティ・オブ・ピラプラ・ザムズ・ライフ・サイクルズ。フロント、セル、インフェクト、マイケロブエル、8、ドイ、10.3389、フシム、2018.00248、AB、シュレグエトール、マイテコンドリエル、ゲノム・シーケンシーズ・アンド・ストラクチャーズ・エイド・インザ、レゾリューション・オブ・ピラプラ・スミガ・ファイロジェニー。プローズ・ワン・十一 E0165702、ドイ、 10.1371、ジャーナル、ポネ、0165702、PMC5104439、プミド27832128、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズスラッシュ PMC5104439 スラッシュ。モリソン W。マッケワーティ。カレントステータスオブバキシーン。デベロップメントアゲンストタイレリアパラサイズ。パリ・シタラジー百三十三。S。百六十九 S。百八十七。ドイ。十点一零一七。S。零零三一一八二零零六零零一八六七。プミド千七百二十七万四千八百四十五。ペイン。AA。トール。 ゲノムオブザホストセルトランスフォーミングパラサイトタイレリアムラタコンペアードウィズティーパルバサイエンス309 131 133ドイ10.1126サイエンス111418プミド15994557ガードナー MJ エトールゲノムシークエンスオブタイレリアパルバ A ボバインパサジェンザットトランスフォームズリンファスイーツサイエンス3 0 9 1 3四4 1 3 7ドイ10.1126サイエンス111439プミド15994558ありがとうございます